で運動どう起きるかということなんですが、基本的には運動イメージでありますよね。最初にこうイメージ、無意識でもありますよ、あの意識に上がらないイメージですね。で、それが実際の行動を起こしてって、で、実際の動作がどうだったかっていうのがフィードバックされてっていう形で、どんどん動作っていうのが起きていきます。で、えー、と脳みそは今、可塑性があるとてふうにいわれ要は、えー、と脳みそって神経シナプスがいろいろ結合しますよっていうふうに言われているんですが、昔はこれはしないと言われていたんですね。 でその運動イメージの段階でイメージをするということはいろんな回路とこうネットワークをこう組むんですがその時にいろいろ過疎化があるとその1つのネットワーク1つのネットワークで使われやすいネットワークってのが決まってきてしまってうまくできるイメージこのイメージは立ち上げたくないんだけれどもこのイメージしかできなければ違うイメージを立ち上げていかなきゃいけないんですがそこで可塑性があるので、えーとえー、とイメージを変えることができるということがここで立証されているんですね。 じゃあそのどういうふうにすれば過疎化が進むのかってことが、分あの皆さん知りたいことになってくると思うんですが、単純にこれ円盤にこう手当てて、ブーって感覚入力しましたと。そうしてくると、脳の領域が増えたんですね。要は、じゃあ、感覚入力すればいいのかってことになってきたんですが、これがある程度支流になってきてたんですが、どうも違うと。これあの円盤を当てながらこう耳に音楽をこう当てたん,聞かせたんです。ねで音楽に注意をさせるようにしたら、 要は、指の領域が全然広がらなかったんです。で、どういうことかというと、えー、と運動や感覚の入力が多いと対応がこう広がるっていうことではなくてですねあ、こっちですね、ごめんなさい。事故に有用である情報として判断したときに、神経の過塑性が増えるっていうことなんですよ。ってことは、あのー、スポーツでいうと,、えー、と、バドミントンでこう何か羽をこう打とうと、シャトルを打とうとしたときに、 指先のこのグリップにギュッとしたことによってうまくいく選手と、足でグって支えたときにうまくいく選手とっていうふうに、多分注意をするところが多分変わってくるんですね。それが同じ動作なんだけれども、注意をするところを変えることによって、脳の過疎化が変わってくるので、立ち上がるイメージが変わってくるんですね。なので、そこで、じゃあ、この選手は足に注意を向けた方がうまくいくよとか、この選手は、えっと、 ラケットの先に注意を向けた方がうまくいくよとか、この選手はシャトルの軌跡を意識しながらやった方がうまくいくよっていうふうに、同じトレーニングでもどこに注意を向ければよくうまくパフォーマンスを上げれるかっていうことが変わってくるっていうことなんですね。これが外側系です、はい。ただ、この外側系は内側系が伴って動くんです。で後でこう説明するんですがあの、要は内側系がベースにないと、 外側系がうまくいいかないってことですね体幹ぐらぐらでイメージだけこう一丁前にできているんだけれどもそこに行こうとしたときに姿勢反応立ち直りがうまく出てないんでうまくいかないみたいな形ですねだからどっちもやっぱトレーニングしていかなきゃいけないだけども外側系というのはトレーニングするのがより難しくなってきますなぜかというと意図を読まなきゃいけないので個別的なトレーニングっていう形になっていくんですね なのであの、私たちの方では内側、外側系ではなくて、内側系をよりコントロールさせることによって、チーム全体のレベルを上げれるんではないかなというふうに考えているかです。なのでえ、選手の意図だったりとか、そういうところはある程度ないものとして考えて、でこういう提示、こういうトレーニング、こういうトレーニングって、そのトレーニングの中に意図を組み込んで、例えば、えー、と手の先に注意を向ける群とか。 体の中に注意を向ける分とかっていうのにやってどこでパフォーマンスが上がるかっていうのを評価することによってあの全体のチームをこう上げるとでそこで伸び悩んでる選手だったりとかを個別にトレーニングしていけばよりあのスムーズに、えー、と運用ができるんではないかなというふうに考えてますで,、えーとでまあ、感覚入れて意図を持たせるといいということが分かったんですがその中に これは、感覚訓練ですね。これは、多動で動かしてます。でこれは、そこにこうやって線を引いて、どれぐらいとかっていうような程度をつけたんですね。うん、でそうすると、どうもえ運動に課題を盛り、ま、織り交ぜると、脳の領域が復活されたということが分かりました。なので、スクワットでいうと、スクワットを、はい、曲げて伸ばして、ここまで曲げてねではなくて、小さく、大きくとか、なんかそういうふうに、要は。 えっと、程度、こう幅をこうつけてあげるとか、何か,こう何かを知覚するときに、これがどうなのかなみたいな課題を設けてあげた方が、そこの加速化が進むっていうのが分かったので、ということは、一番最初に話した外部情報をこう知ろうとするような動き自体をこう、だからトレーニングに、要は知覚を入れてってあげた方が、よりパフォーマンスが上がってくるんではないかなっていうような形ですね。 でここまでが、まあ、あの運動イメージだったりとかっていうところと関連するところですね。であとはですね脳の領域ですねあの。これ、脳の領域、関連する領域、えっ、ー、と、これ、いや、関連する領域ですね。あの横隔膜の呼吸をすると、胸模様体というのは、この辺が働いてきます、円髄のところですね、働いてくるんですが、ここの円髄のところは全く違う、三半規管の水平の動きとの関連が強いんですね。 あとは、です、ね、皮質からは速度、速いとか遅いとか、そういうところの関連が強いです。でえー、とどうもその脳の領域、こう呼吸をすることによって、ここが働きますよ、でここが働いていると、どうも他の機能です、全く関係ない、水平の機能だったりとか、速度を超えてコントロールする機能だったりとか、そういうふうなところ、全く行為としては関係ない、筋肉的にも関係ないんだけれども、そこのパフォーマンスが上がるというふうに。 考えられてます。なので、えー、っと呼吸をすれば、えー、前後とか左右のバランスが向上される可能性が出てくるということですねで。これが要は目の動きでもそうですし、ちょっと私たちの方ではまだそこまではいけてないんですが、目の動きだったりとか、三半規管の動きだったりとか、えーっと、あとは免疫とかもいろいろありますね。 あの女性ホルモンとかいろいろあるんですけど、そういうな、あと心理的ストレスとかいろいろあるんですけど、そういうふうな領域で脳のどこかが過想的にこう復活しますで、そうすると、そこの領域を担っている違う機能も一緒に上がってくるというふうな形になります。なので、あの呼吸でよく横隔膜の呼吸のトレーニング、ふーって、体幹にトレーニングしてるっていうふうに思われるんですが、実は副産物で水平性のバランスにかなり関与しているとか。 速度の速い動きをするときに関与しているとか、そういうことも出ているので、なので、呼吸ということだけでも、姿勢反応に対してはすごい有用だと言えます。なので、脳の領域をちょっとより細かくしていくことによって、どこのトレーニングをする前に、例えば呼吸だったら、呼吸トレーニングすれば、ここが入りやすくなってくるから、その後に左右のトレーニングに行った方うが効果的になるんじゃないみたいな形が言えるということですね。 で、ここです。で、えっ、ー、と、ここなんですが、これが要は外側系を知るっていうときに、内側系が重要だよってことなんですが、えっ、ー、と、これ、あの、麻痺の人に、けんと、麻痺がある方とない方で、こうやって、えっ、ー、と、棒を振らしてるんですよ。で、それで、棒の長さは右と、えっ、ー、と、 長さはどのぐらいの長さですかっていうのを、で感覚がどうなるかっていう研究をしているんですが、えー、と脳梗塞、麻痺がない方は手首でリストでこう綺麗に振れるんですけど、えーと、麻痺がある方は手首で綺麗に振れなくて、こうやって肩でこうやって振っちゃうと。だけれども、両方とも、えー、と棒の長さだったりとか、そういうものは適切にこう認識できていたんですね。麻痺があるから、感覚障害があるから認識できないとか、そういうわけではなくて、両方とも認識できていたんです。 だけれども認識の仕方が手首なのか肩なのかっていう話なんですよ。うん、なので、あのシャトルがここに来ました、それに対して肘とか肩でこうやって持ってきますっていうような形で、シャトルの位置に体を合わせるっていう選手もいれば、こういった時に体から先にこうやって行ってしまうみたいな、だからそのシャトルに対して内側系がどう働いていくかっていうことが、えーと 人それぞれぞレパーートリーがあるとうことですねなので、ただ単に感覚をこう入れるという形だけではなくて、どこをどう使ってやっていきたいかということをより細かく設定しながらトレーニングをしていかないと、要は、えー、と非効率な動作というのも覚えてしまうという形なんですね。<laughs> で、その非効率的な動作が、えー、例えば、えっ、ー、と、 左前のシャトルを取るには有効的なんだけれども、それをいっぱい繰り返すことによって体幹が崩れてきて、右側の反応性が遅れるとか、そういうことにつながってくる可能性もあるので、なので、えー、とそこら辺を評価して、えーと、どういうふうにやっていけばトレーニングとしていろんな動作に対応できるようになるのかということを考えていかなきゃいけないんではないかなというふうに考えています。で ちょっとここからもすぐやるんですが、えー、と足の裏ですね足の裏の感覚がないと、えー、目との、えー、反応性が遅れるよっていうのは研究です要はこう球がこっちに入ってくると体が勝手に右にだから目の指令と逆の方向に体が動くっていう反応が、えー、とであります要は車乗ってる時にファーってこう目の感覚がこうやって入ってくると体がこう差も 進んでいるような感じですねに感じるというのと、オプティカルフローというんですが、それううと同じような反応があるんですが、これは足の裏の感覚がないと成立しないということが分かっています。小児でもそうです、小っちゃい子では,要は目,目と体の感覚が合ってないと、そういう,ふうな反応が起きないということなので、なので、えー、と視覚だったりとか前提形だったりとかというものの、えー、と姿勢反応というのも全く関係ない足の裏の感覚がないとフィードバックされないということが分かっています。 であとバランスなんですが、えー、足の裏の感覚がないと、えー、足の速い動きは足の裏の感覚でしか対応できなくて目では対応できないよということだったりとか、えー、足の裏を冷やすと、えー、かかとを冷やしているだけなのにつま先までバランス悪くなるよとかっていうことだったりとかですねあとは、えー、足の裏を冷やすと、えー、足首の、えー、戦略が取れない。全部体幹とか 股関節周りの動きだけになってしまうということだったりとかです、ね、で足の裏のじゃあ筋肉は冷やしたらどうなのかということなんですが足の裏の感覚ですね、えー、筋肉が使いづらい状態になったとしても足の裏の感覚さえ残っていれば えー、足首のコントロールは適切にいいくというふうなところがありますなので、えー、と先ほど見たように、内側系を整えるために、足の裏の感覚、圧と体の位置を整えるのが重要ですよというふうに言ったと思うんですが、こういうような姿勢制御のところでも、測定のところが働かないと、三半規管だ,だったりとか、視覚だったりとか、股関節だったりとかとの関連性も全部失われてきてしまうということがありますで。あと、まあ、ちょっとここら辺も体だけなんですが、えー、赤ちゃんの時に、こう、 地球の中に赤ちゃんいますね。で、その時にに背中とか当てることによって自分の体を認識していけます。で、最終的には目の感覚と体の感覚を合わせることによって身体イメージっていうのがだんだんできるような形になっていくので触れるってことが大切ですよっていうことをちょっとここで伝えたいですね。で、これで最後です。えっ、ー、と、ここまでまとめると運動はイメージによって作られていくっていうこと。あとは運動は意図により脳の領域が復活されるところが変わってくるよ。 ですね、でそのため、アスリートの運動に対する内観ですね、どういうふうにこれをしようとしたのかということと,、えー、と、外に見えている動きですね、そこの整合性が取れているかということが重要です。より,より整合性が、いやなんかごう,う,うとしたときに、相手の懐にキュッと入ろうとしたんだよねとかっていう形を言っていたとするんですが、こちら側から見たときに、明らかに中まで入ってないなとか、いうような形で、じゃあ、どこで入ろうと思っていたのっていうところをこう細かくこう、しきって。 詰めていってで、そこのところが本人の中では入っていたんだけれども、実際は入ってないというところにエラーがあるので、そこをトレーニングしていくということが、まあ、ベターではないかなというふうに考えられます。で、えー、と内側系外側系を支えるための内側系っというのは、えっ、ー、と、 発達のところで学習されていきますよっていうところ。あと、内側系というのは非効率的なパターンであっても、外側系を安定させるために働いてしまうので、要は競技的なところで、この反復練習をすることによって相手を担ぐとか、シャトルに手を伸ばす、タイヤをこう回すとかっていうような形のトレーニングを繰り返していくと、内側系がしっかり働いていればいい,んですいいんだけれども、あんまり競技的に特性的に良くないパターンで、 常にこう回していこうとすると、そのパターン、内側系が作られてしまうということなんですね。なので、技術練習をする前に、どういうふうにその選手の体をこう使っていきたいかというところら辺をこを考えてからやっていただいた方が、よりパフォーマンスとしては上がりやすくなるんではないかなってって。で、測定の感覚です、ね、は内側形をの反応を引き分かすためには、すごい重要であるということですね。 あとは関連する脳の領域が復活すると、機能的に違う機能でも向上させる可能性があるというふうに考えています。すみません、すごい早くなってしまったんですが、これらの内容をちょっと加味してちょっと説明しながら動画を見ていきます。もうこれはもうトレーニング内容だと思ってください。ある程度、えーと、トレーナーさんがいなくてもできる内容にちょっとまとめています。